パリ五輪のスケートボード女子ストリートで金メダルを獲得した14歳、吉沢恋が帰国して立った場所に驚きが広がっている。まだ中学3年生の夏休み中、ファンからは、えー、い、五輪終わったばっかりやのに、との声が上がった。金メダルに恋した14歳、この名フレーズと共に一躍、パリで輝いた吉沢が帰国して立ったのは、 数万人のファンに囲まれた場所だった。14日に行われたプロ野球、巨人、阪神戦、東京ドームの始球式に登場。誕生日の9月22日に合わせ、背番号22の巨人ユニフォームをまとい、やや緊張した面持ちながら右腕を振った。バウンドしながらもしっかりとボールを保守のミットに届け、大きな歓声を浴びた。 中継する日本テレビ系列の実況席にも座った吉沢は、自分が思うよりうまく投げられなかったけど、歓声がすごくて楽しかったです、と優位しく感想を語った。中学3年生の夏休み中に金メダルを獲得して一躍始球式を務める大ブレイク。ネット上のファンからは、オリンピック終わったばっかりやのにもう死休式呼ばれるんか、 帰国したばっかりで大忙しだ、えい、ー。吉沢恋選手、と驚きの声。